波地水高森は、地水コウモ森か地水コウモ森族に分類されるコウモリ。本種のみで、地水コウモ森族を形成する。地水コウモ森族は、地水コウモ森かの模式族。属に、吸血川堀とも呼ばれる。アルゼンチン北部、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、シリ北部、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス。 ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、メキシコ体長7から9センチメートル。体重15から50グラム。背面の体毛は褐色、覆面の体毛は白い。頭部鼻は大きく反り上がり、獲物が出す赤外線を感知していると考えられている。これにより獲物を探し、また獲物に取り付いた後、皮膚下の暖かい血の流れる血管を探る。死列は、 門歯が上顎2本、下学4本、剣士が上下2本ずつ、小球歯が上顎2本、下学4本、大球歯が上顎2本、下学4本の計22本の歯を持つ。上顎の門士や剣士は、カミソリ状で獲物の皮膚を切り裂くのに適している。また、切れ味が鋭いことや、寝ている時に噛まれることが多いため噛まれた獲物が痛みを感じることは少ない。 そして犬のように傷口を舐めて流れて落ちてきた血を飲む。さらに唾液には血液の凝固作用を妨げる物質が含まれているため、獲物の血液が固まらず摂取を続けることができる。親指は長く、腰も力強い。そのため、コウモリとしては例外的に歩行が得意であり、獲物に接近するときや血を吸った後などは地上を移動することが多い。 木にぶら下がる群れ血液を摂取する、波地水コウモリ森林に生息する。夜行性で、昼間は、ホラー穴や軌道の中で小規模な集団でぶら下がり眠る。社会性が発達しており、通常100匹、時として1000匹にも及ぶ、大規模な群れを形成することもある。植生は、動物食で、蝶類や哺乳類、主に家畜の血液を吸う。コウモリ目では本種の実が、 哺乳類の血液も摂取する。眠っている獲物の近くで着地後歩いて忍び寄り、鋭い歯で獲物の体毛がない部分に噛みついた後、傷口に下を高速で出し入れして血液を摂取する。30分ほどの間に自分の体重の40%もの血液を摂取することができる。本種は小型のため血液を摂取した後は血液の重量や 消化のために飛行することができなくなり、地面を飛び跳ねるようにして移動する。その後、水分を大量に摂取し、排泄を行う。糞は血液のみを摂取するため、かぐろく粘着質で、臭い。また、同じねぐらに血液を摂取できなかった個体がいる場合、他の個体が口移しで血液を分け与える。野生での寿命は、約9年。繁殖形態は、体制で、 一度に一頭の幼獣を年に回出産する。飢餓状態の仲間に対して血を分け与える利他行為の習性を持つことで知られる。過去にグルーミングをしたことのある仲の良い個体感などで稀に確認されている。また、別個体の子供に血を分け与える現象も確認されており、種族における社会性の高さに研究の焦点が集まっている。吸血鬼とよく関連付けられ。 英名も、ヴァンパイアバットだが、一般的に知られる、吸血鬼伝承は、東ヨーロッパ由来に対し、本種は、南北アメリカ大陸に分布する。吸血鬼ドラキュラでも、原作小説中には、ドラキュラ伯爵がコウモリに変身できる説明と、野生動物としての吸血カワホリについての説明は、あるが、伯爵自身が、コウモリ形態で人を襲う描写、説明はなく、 後者はアメリカのパンパスに生息し、馬や牛を襲い衰弱させる、吸血鬼と呼ばれる大きいコウモリや大西洋諸島で昼間脇にぶら下がっているが、夜になると活動を始めて、甲板で寝ている船員などを襲い殺すこともある巨大なコウモリ、といったあくまでそういう生き物もいるという説明になっている。本種は人間の血液も吸うことがあるが、 外界から遮断された人家に侵入することは困難で、あることなどから人を襲うことは稀である。獲物を死に至らしめるほどの大量の血液を吸うわけではないが、家畜を複数匹で襲って衰弱させることに加え、神傷から狂犬病などのウイルスや伝染病を媒介することもあるため、害獣とされる。ありがとうございます。